すごい、なんか、ま、満開も満開って感じ。こんな大きい公園久しぶりに来ました。公園のベンチに座り、封筒を取り出す一人の女性。それは10年以上読むことのなかった手紙でした。全然封は開けてないってことですか？開けてないですね。この手紙を書いた人物、それはまだ幼かった彼女に性加害をした男性教師です。なんか緊張するっていうか、複雑ですね。ちょっと開けてみます。書かれていたのは、本当にごめんなさい、ごめんなさい。今はごめんなさいというのが精一杯です。どれだけ謝られても、奪われたものは計り知れません。愛知県内に暮らす愛さん、小学1年生の頃、担任の男性教師から性被害を受け、消えることのない傷に今も苦しめられています。あの出来事、加害がなかったらもっと別の人生あったんじゃないかな。愛さんが被害に遭ったのはわずか6歳。加害者は30代半ばの担任の男性教師。被害は授業中に起こりました。僕の膝に座って一緒に授業をやりましょうみたいな感じ でそのうちにこう座ってると、自分のこう服とか下着の中に手を入れてきてみたいなことで、授業中にもかかわらず教卓の資格を利用し、下着の中に手を入れられたり入れさせたりという行為が毎日のように繰り返されたといいます。幼稚園から学校上がってすぐのことなので、なんかそれがどういう意味をなのかも分からなくて、しかもやっぱり相手は教師っていう、こう立場のある人だから、とても抵抗もできないし、人に言えなかったです。さらに他の教師の目につかないようにしていたのか、廊下側の窓には画用紙が貼られていたといいます。教師の行為はエスカレート、家にまで来るようになり、わずか小学校1年生の愛さんに対し性行為にまで及んだといいます。性被害を受けた子どものトラウマ治療にあたる医師は、ほとんどのケースが愛さんのような支配関係にあると話します。まず心理的虐待、身体的虐待とかがこうから始まって、でその土台があって、あ、この子は支配できるなっていう関係性が築けて、加害者が確信を得て性的虐待に至っていくっていうことなので、まあそうつけ込んでいるというふうに思いますね。愛さんによると、性加害をした教師は他の学校に異動になった後、児童にわいせつ行為をしたとして問題に、その後依願退職をしたといいます。しかしこれで終わりではありませんでした。私の住んでた学校に引っ越してきて、塾を、私塾を開いて、で誘いが来たんですね。で親は知らないので、もうぜひ行きなさいと言って、教師が開いた個人塾に通うことになり、またしても性被害が。被害は10歳頃まで続いたといいます。その後17歳の頃から原因不明の体調不良で入退院を繰り返していた愛さん、最初の被害から10年以上が経った頃、初めて性被害だったと気づくきっかけがありました。
その入院してる時にたまたま、看護師さんから今まで性交渉の経験はありますかって質問された時に何て答えていいか分からなくて、でその時初めて、昔こういうことがあったんだけどこれもそれに該当するんですかって聞いたら、今あなたに起きているいろんな症状はもしかしたら PTSD の症状かもしれないって言われて、あれは性被害だった。10年以上が経ってから気づきました。治療を続ける中で両親にも話し、刑事告訴をしようとしましたが、すでに時効、その加害自体はどこかで終わっても、こう自分の心身に受けた傷って多分一生なくならないと思うんですよね。性加害をした教師からの手紙。およそ10年前、愛さんの母親がその教師に書かせたものでした。母親は道で偶然その教師を見つけ、いても立ってもいられず自宅までついていき、娘に何をしてくれたんだと訴え続けたといいます。性被害によって精神的に苦しんでいる娘に謝罪の手紙を書くことを求めました。教師は目の前に紙を用意したものの、そこから考え込み、なかなかペンを取ろうとはしませんでした。30分以上が経って、ようやく教師はこの手紙を書き始めたといいます。去年6月、雨の中集まっていた人々の手には花や性暴力を許さないと書かれたボード。これはフラワーデモといい、性暴力の被害者やその支援者が社会に声を上げる場です。デモが始まった5年前から愛さんも参加しています。自分も、子供の時に教師からの性暴力を受けて、やはりすごくその後の人生にもう本当に大きな影響があったので、被害を受けることがまずなくなってほしい。辛い記憶から少しずつその先へと進み始めていました。私カメラのセンスゼロなんですよ。今年花見してないんですか？毎年しないです。なんか空見て綺麗だなとか考えるなんか余裕がないっていうか。30年以上経った今でも嘔吐などの症状に苦しめられる日々。それでもあの手紙を読もうと思ったわけ。今少しずつこう働いたり、自分もこう治療とかを受けながら、なんとなくこう生きづらさがそれなりに落ち着いてきて、まあ、そろそろ一区切りというかつけてもいいかなって思い出してきたことがきっかけです。手紙を読むことは辛い記憶を思い出すフラッシュバックなど様々なリスクがあります。それでもこれまでの治療や支援者から対処法も学んできたため読むことを決めました。そこには、今日お母さんとお会いしお話伺いました。ごめんなさい。さんの幸せをいつも願っていましたが、僕があなたの一番大きな障害となり、あなたの心を傷つけてしまったことは何としても申し訳なく、身も裂けそうなぐらい申し訳なく、ただ悲しく申し訳ないことです。本当にごめんなさい。繰り返される謝罪の言葉、そして幸せになってほしいという言葉も。どんな気持ちで生活してるんでしょうね。でも私が幸せに今なってほしいって言わせるぐらい幸せじゃなくさせたのはこの人なので、区切りをつけるって意味では読めてよかったし、今その先生に対して言いたいこと、もう謝罪したから終わりじゃなくて、私もこの被害と一生向き合っていくので、なんか私個人に対して何かしろってよりは、
なんかこういうことをした自分自身と向き合ってほしい。自分の声が多くの人に届き、性被害から目を背けない社会が来ることを願う愛さん。あの被害をなかったことにはできません。